ボロメータ。ボロメータ、放射物の、から、は入射する、電磁波などの放射のエネルギーを、温度に依存する、電気抵抗を持つ物質の受ける熱を通して、計測する観測機器である。1878年に、アメリカ人天文学者、サミュエル・ラン・グレイにより発明された。名前は、光線のことを放り投げられたものを意味するにより、表現している。 熱力学における熱量計として使用することが本来の使用法である。低温物理学において代替し得るものはない。20世紀初頭にはすでに現在の形態になったが、近年 MEMS 技術を取り入れることで赤外線殺像素子等応用範囲が広がりつつある。ボロメータは金属白膜のような吸収剤と、それに熱的結合剤でつながる熱 低温物体により構成される。何らかの放射が吸収剤に入射すると、吸収剤の温度は熱浴の温度よりも上に上昇する。入射する放射束が大きければ大きいほど、温度も大きくなる。検知速度を決定する固有熱時定数は、吸収剤の熱容量を吸収剤と熱浴の間の熱コンダクタンスで割った値に等しくなる。温度変化は吸収剤に直接取り付けられた。 抵抗温度計により、もしくは吸収剤そのものの抵抗を温度計として用いて測定される。金属ボロメータは通常、冷却されずに動作する。通常、金属箔もしくは金属箔膜により製作される。今日では、ほとんどのボロメータの吸収剤には、金属ではなく、半導体や超電導体が用いられている。これらの機器はで動作することができ。 感度を大幅に向上できる。ボロメータは吸収剤内部に残されたエネルギーを直接検知する。このため、イオン化された粒子や光子だけでなく、電気的に中性な粒子や未知の放射、ダークマターなどまでどんな放射であろうと検知することができる。このことは放射の種類を区別できないという端緒にもつながる。最も感度の高いボロメータはリセット。 環境との熱平行状態に戻るまでに非常に間がかかる。一方で、エネルギー分解能と感度の面に関しては、より一般的な粒子検知器と比較して、極めて効率的である。熱検知器としても知られる。前述の通り時定数は、熱容量に比例するため、高速な測定を行うためには、熱容量が可能な限り小さいことが望ましく、素子は、通常、白膜状になる。 しかし、量子型の測定装置に比べ測定速度は劣ることが多い。背景の熱雑音は、照射を断続することで、バンドパスフィルターを介して除去できる。両根型のような冷却装置が不要なので近年では、比例客席外線接造素子としての用途が拡大しつつある。ラングレーが最初に用いたボロメータは、とても単純な設計で、2枚の鈴で覆われた。 発金片でできていた。片方の発金片は放射から遮蔽され、もう片方が放射にさらされる。発金片はホイートストンブリッジを構成し、電池及び交換度の検流計と接続して用いられた。片方の発金片に電磁放射が当たると、その熱により発金片が熱され、抵抗が変化する。1880年までにラングレーのボロメータは、 約離れた場所の牛からの熱放射を感知できるまでに改良された。この機器により、スペクトルの広範囲にわたって熱的に検知することできるようになり、主要なフラウンホーファー線のすべてを発見できた。また、目には見えない赤外線領域に原子分子吸収線があることも発見した。1892年には、ニコラテスラが電力送信実験のために、 ラングレーからボロメータを個人的に借り受けている。そのおかげで彼はウェストポイントからヒューストンストリートにある彼の実験室での送信実験を成功させることができた。ボロメータはどんな周波数の放射も捉えることができる。一方、ほとんどの波長域ではそれよりも感度の高い他の検出方法が存在する。しかし、サブミル波、およそからの波長、遠赤外線、 または、テラヘルツ波ともいう領域では、ボロメータが最も感度が良く、この波長域を用いる、天文学的観測に用いられる。最高の感度を達成するためには、絶対零度近くまで、典型的には、まで冷却する必要がある。絵のボロメータの特筆すべき、応用例として、ハーシェル宇宙望遠鏡、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡、遠赤外線天文学製奏圏天文台が、 げられるボロメータという用語は、素粒子物理学においても特殊な粒子検出器を指す用語として用いられる。それらの検出器は上に述べたものと同じ原理を用いている。ボロメータは、光だけでなく、どんな形のエネルギーをも検出できるのである。動作原理は、熱力学におけるカロリメータのそれに似ている。しかし、極低音で用いられること、及び、 使用目的が異なることから運用方法はかなり異なってくる。高エネルギー物理学分野におけるジャーゴンではすでに他の種類の検出器がカロリメータと呼ばれているためもう参照。これらの検出器はカロリメータとは呼ばれない。粒子検出器としてのボロメータの応用は未だ発展途上である。20世紀の初頭からボロメータを粒子検出器として応用することは 提案されてきたが、極低温まで冷却すること及び、極低温における機器の運用の困難さのため、1980年代になって初めて普通に用いられるようになった。マイクロボロメータは赤外線カメラの撮像素子に用いられる MEMS 技術による特殊なボロメータである。酸化バナジウムやアモルファスシリコンによる寒熱素子を微細加工技術により、 シリコン板上に二次元格子状に形成して作られる。特定の波長域の赤外線が酸化バナジウムやアモルファスシリコンに当たると電気抵抗が変化する。この抵抗の変化を測定して処理することにより温度分布を画像として撮像することができる。マイクロボロメータグリッドは一般に640-480-320-240 アモルファスシリコンでは384-288より安い160-120や64-64等のサイズが流通している。撮像素子が大きい方が同じ画素数でも感度が高い。2008年にはより大きい十四2 4 7 6 8のアレが発表された。近年応用分野が拡大しつつある。動画の撮影時には撮像素子の熱容量により 残像が生じる。ホットエレクトロンボロメーダは低温で、典型的には、絶対温度で数度以下の範囲で動作する。このような極低温では、金属内の電子系は、ホノン系と弱くカップリングする。電子系とカップリングした放射束は、電子系を、ン系との熱平行から外し、ホットエレクトロンを生成する。金属内の炎は、典型的には、 基板のフォノンとよくカップリングしており、熱欲として働く。HB の性能について言及する際、熱容量は電子熱容量であり、熱コンダクタンスは電子フォノン間の熱コンダクタンスを意味する。吸収剤の電気抵抗が電子温度に依存するならば、電気抵抗を電子系の温度計として用いることができる。低温では半導体も超電導体もこの条件を満たす。 吸収剤が極低温における通常の超伝導しない金属のように温度依存する電気抵抗を持たない場合、接続した抵抗温度計を電子計温度の計測に用いることができる。ボロメータはマイクロ波周波数帯の放射束を検出することもできる。この応用においては電気抵抗計測部がマイクロ波放射にさらされることとなる。 ジュール熱により抵抗を熱し、銅波炉の特性インピーダンスと整合させるために、直流バイアス電流が引火される。マイクロ波を照射した後は、マイクロ波のない時の抵抗に戻るために、バイアス電は減る。このため、直流電力の変動は吸収されたマイクロ波の放射束と一致する。環境温度変化による影響を打ち消すため、動作、測定部の素子と同等の放射にさらされない素子で、 ブリッジ回路を無。これにより、両方の素子に、共通の温度変動は測定値に影響しなくなる。一般的なボロメータの応答時間は、パルス源からの放射束を計測するのに適している。第二次世界大戦中に開発が進められた、化合爆弾は、赤外線を利用して誘導する設計となっており、赤外線検出素子として、ボロメータが採用された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。